あげましょう、ありがとうございます。カンチャンネルの2024年第1弾のドラム動画、今回公開させていただきたいなと思います。さてですね、今回、めでたいこの2024年の一発目の動画、何の演奏動画公開していくかっていうところになってくるんですけれども、年明けてすぐにデビルーフの方で公開された曲がありますよね。去年2023年の4月にデビルーフがメジャーデビューして、ほんでメジャーリリース、ファースト EP いうことで、ダムド出させていただいてですね、今年2024年迎えまして、発表させていただいたのは、メジャーデビュー、セカンド EP、Song for the Week!今年デビルーフはめでたいですよ、だいぶ。もう2024年明けてすぐにですね、デビューフェス、ビッグキャットでね、来られた方もいると思うんですけど、大成功させて、ソングフォーザウィーク、先行配信させていただいて、ほんでですよ、そのソングフォーザウィーク、音源の発売日がですね、なんと1月24日、私カンタマンの誕生日に発売されるんですよね。いや、今年めでたすぎるだろ、デビルーフ。ちゅうことで、カンタマンは今回、ソングフォーザウィーク、ドラム動画、ここで公開させていただこうと思います。ヘビーながらにですね、ポップで割とキャッチーになっている今作なんですけれども、その分ね、ドラムの技術とかもね、割と簡単なものになってたりするので、ドラムをやってる視聴者の方はですね、ぜひこの機会に Song for the Week カバーに挑戦していただければと思いますんで、それでは、新年一発目の動画、デビルーフの Song for the Week です。どうぞ。
ありがとうございました。はい、ドラムこんな感じです。まあ難しいかもしんないんですけど、まあデビルーフの中で言うんやったら割と簡単な方かなと思いますんで、で今回の曲なんですけれども、前回作のダムの時みたいにですね、ドラムを1から10まで僕がつけたっていうわけではなくて、ケイスケさんがもともとデモで持ってきてくれてたデータをそこまで大きく改変はしてないんです。触ったところで言うと、ちょっとイントロとかインターの部分とかがメタルコアのバスパターンになってたのを、ちょっと縦乗りのロックビートのスネアの16部の感じにアレンジさせていただいてたりとか、ところどころのフィルインをちょっと変えさせていただいてたりとかぐらいで、ほんと画期的なフレーズとかも全然何も入れてるわけではなくて、割とセオリーにのっとったフレーズ構成になってるかなと思いますので、まあ簡単にカバーできる曲かなとも思います。今年のね1月は一旦新譜リリースして、デビフェスも成功させて、リリーベとかが東京大阪とあってですね、まあ割と1月から忙しくしてるんですけど、来月にはメジャーリリースのね Song for the Week のワンマンイベントがあったりとか、海外ツアーとかもめちゃくちゃ待ってたりしてて、ワクワクな1年になっていくかなと思いますんで、めちゃくちゃ今年忙しくなると思うんですけど、できる限りこうやって動画も更新するし、配信も定期的にやっていこうかなと思いますんで、よかったらお楽しみにお待ちいただければなと思います。今回の動画は以上で終わりにしたいなと思います。チャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。では今日も1日お疲れ様でした。明日も元気いっぱいに頑張りましょう。バイバイ。